Let me into my zone. Please don't let me in.1000万って言うじゃん。そしたら5000万引っ張ってきたらさ、こいつは1000万渡して渡したら5000万なわけじゃん、うん、コミッションが。でそこはまあうまくできるよね、代理人だったら。確かに。だけどまあいい代理人、選手のことを思ってたら、じゃあ5000万引っ張ってきたから、お前1000万っつったけど俺5000万引っ張ってきたから5000万くれるじゃん、その10%くれよみたいな、ちょっと多めにくれよ、その10%とか15%くれよみたいなっていう話をちゃんとしてくれる、ね、それはでも日本人はちゃんとしてくれる、はい、海外はさ、おい1000万でいいんだ、よし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 、あもうね、スパ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 、じゃあもう、あ1000万をあいつに渡して4000万俺だ、でもチームを送り込んで、はいもう、じゃあでもそっからそいつが試合出て活躍して、また次のチーム競技にお前くらい欲しいんだっつって、頑張ったら3000万欲しいっつって、本当は1億持ってくれるかもしれない、はいはい、っていう、やっぱその代理人だからさ、なるほど、ね、そういうやつも中にはいるよね。とかもしくはまあその選手のバリューを上げるために監督とか強化部に裏金をこう少しずつ渡したりとかっていう風にしてる国もたくさんあるよ。なんか南米っぽいですね。南米もあるし、そう、まあ、ロシアとか、はいはい、俺が聞いた話だとね、はい、まあ多分もしかしたらフランスとかもあるかもしれないし、それはまあ俺は分かんない、そこまで深いところまでは。だけど言ったらまあ代理人っていうのはそうやってまあ選手を動かすときに必ず至るところに存在している、まあ、選手が活躍すればするほど給料も上がっていくわけじゃん、うん、ってことはその代理人がもらう報酬も上がっていくわけ、はい、もしくは選手が出番がなくなって出れなくなったときも代理人がいろんなところに売り込んで選手を動かすから、活躍できる場所に、そう、活躍できる場所に動かすとか、それをまあ言ったら拾ってくれるようなチーム、うんにこう動かす、選手を送り込むっていうことがまあできるのがまあ代理人の仕事、うん、それはもうつながりとか、昔一緒にプロとしてやってましたっていう人が監督やってますとか、はいはい、そういろんなつながりを使って代理人がこう押し込んでいくんだけど、それにはまあ俺らは必ずそのコミッション、さっき言ったけどなパーセンテージでお金を払うじゃん、はい、でまあそのお金の額とか、うん、じゃあまあ、最後これお金の話なんだけど、はい、まあ、その選手がじゃあ年俸、じゃ俺が例えば亮太に1000万欲しいって言って、はい、1000万円受け取るよね、はい、で受け取って、じゃあここの自分の代理人との契約の中に、じゃあ報酬の 10% がコミッションっていうか、そのまあ営業料としてもらいますよっていうのが書いてあったら、はい、その時点で自分の取り分は900万なわけ。はい、でまずそれが分かってないね、みんな若い子たちはさ、よっしゃ1000万あるぜみたいな、うん、でじゃあそれにプラスして税金っていうのが必ずかかるわけじゃん、はい、じゃあまあ日本の税金税率が、まあ、1000万だったらどんぐらいだろう、 35% ぐらい、30ぐらいか、大体1000万だったら、1000万レベルだと、うん、でも 30% ってことはまあまあそこそこいかれる、1000万の30% 引かれるでしょ、はい、だから300万引かれるじゃん、うん、で100万はその報酬で引かれてるじゃん、うん、だってその1000万から換算されるからさ、はい、額面1000万だから、はい、したらもう400万すでにないわけよ、うん、じゃあ自分の取り分600万なの、はいはい、じゃあ600万ってことは月いくら、50万、月50万、じゃあ月50万の中から家賃いくら、10万、車のローン10万、食費、サッカー選手やったら服とか30万だからね、うん、1000万もらってるとはいえ、うん、まあまあまあないっすね。でそういう時にで最後に税金追加で払わなきゃいけないとか、で住民税、その所得税だけじゃなくて住民税だな、まあ、生活に関わる税金、そう、税金とか払わなきゃいけなくなってくるじゃん、うん、1000万もらっても1円も残んないから、まあそうですね。そうだからいい代理人っていうか、そのいい人
はそこまで教えてくれるんでね。なるほど、そこをどうこう、そうこうなるから、こういうふうに一緒にやっていこうぜっていうのをやっぱこう若い子たちにやっぱ教えてあげる人が絶対必要じゃん。だって分かんねえじゃん、何も。分かんないですね。まあ普通に契約するときに、そう、まあいい代理人っていうか、まあ、そ周りにいい人がいれば、まあ、普通それは代理人、俺はまあ俺が代理人だったら必ずそういうところまで教えてあげたいなって思う、はい、なんかあるんですか、ちょっと具体的に今言える中で、うん、なんかそのパッと年俸があって、まあ税金がいろいろ計算できるじゃないですか、うん、まあその契約書の中でチームとの、いやチームとの契約書はさ、年俸1000万だったら月80ちょい、83万ぐらい、はい、85万ぐらいか、分かんない、8万、80万ぐらいもらえますと。例えばあの行くときとか、行くとき交通費とか、はい、あ、まあ、日本で国内移籍するときはさあんまりない、まあ多分支度金っていうその、まあ、支度に準備金、うん、みたいなのがつくパターンもあるけど、それはなんか結婚してる人はいくらまでとか、独身はいくらまでとかっていう枠が決まってて、それはどんぐらい引き出せるかはそこも代理人の腕なんだけど、まあでも、まあ、それはまた別でさつくものだから、はい、まあ、言ったらまあ交渉の中でじゃフォワードだったら1点決めたらいくら欲しいとか、うん、1アシストしたらいくら欲しいとか、キーパーだったらセンターバックだったらクリーンシートゼロで抑えたらいくら欲しいとかっていうオプションみたいなのをまあ少しずつ代理人は もちろんつけるんだけど、はいはい、まあそういうの、まあ、それはあのオプションだから年俸とは別、うん、逆に増やしていくパターン、そう、それは自分の頑張り次第でそこの分は自分でプールしていけるじゃん、うん、でまあこの決まった1000万っていうところから代理人にはやっぱ 10% なら 10% 5% なら 5% 払わなきゃいけないし、はい、そこから税金も引かれるし、そういうところまでサポートしてあげれるようなところを作らないと俺みたいになる、俺の18、19ぐらいの時みたいな。ああ、そんな感じだったんですか。何も分かんないからさ、どんな感じだったんですか、その1年目、2年目とか。あっしゃ、1000万だみたいな、はい、でじゃあ月100万ぐらい勝利給入れて月100万ぐらいなるわけじゃん、うん、はい、18、19ぐらいで100万全部使うじゃん、入ってきたら全部使うってまあまあ、でも確かに18とかで、俺高校だって分かんないです、俺は100万を18歳で手に取ったことがないから、うん、手に取るというか100万手に入るつもりでいたけど100万入らないってことですよ。よしよし、100万100万で、もう通帳パッてこう記帳したら、よし100万100万入ってる、入ってる、なるほどね。まあ確かにそこをね、ちゃんと大人が、そうだから言ったら俺もさ、もうすげえ調子乗ってたからさ、うん、親とかにもこうお金管理してもらったりとかしてなかったし、もう18ですぐ自分の一人暮らし始めて、はい、で、まあ、サッカーはまあしっかり自分の中でやってたけど、それ以外のところ、車が欲しいとかさ、うん、服が欲しいとかさ、やっぱ若いから、いとか、まあ、それはダメだねそれは18の時は知らないから、まあその世界はだけど、まあそういうのにこうバンバン使って、はい、1年終わった時に何とか税ですとか言ってパッて家に届くじゃん、うん、ちょ何これみたいな、知らねえし、でもそれお前日本に住んでるんだったらそれ払わなきゃいけないからなるほど、そう、しかもそれはもうもらってるほどちょっとそうそう上がっていくじゃん、うん、っていうことにやっぱなりかねないから、あ、これだけ給料がこうやってもらえるから全部使ってしまうっていうのは危険だし、うん、だその自分の代理人との契約、税金、はい、とかこう払わなきゃいけないものをやっぱ自分で把握しとく、まあ、いろんなやっぱ契約を交わすってことは、自分は、まあ、個人事業主だけど、うん、言ったらじゃあ俺だったら今そのアルホールっていうアルコールか、はい、アルコールの持ち物なわけよ俺は、はい、アルコールの傘下に傘下にいるわけよ、はい、だからもう俺の名前とかさ顔とかっていうのはあいつらが自由に使ってこう売っていけるわけ、うん、だからあいつらって言ってた、彼らとの契約にやった多分あいつらって多分結構言ってるアルコールとそのあいつらは同じ数ぐらいだからその彼ら
との契約にやっぱ違反するようなことがあったらやっぱ俺は罰せられるし、うん、むしろだからどんなことが罰になるのかな、うん、まあそんなね当たり前のことしてれば罰には引っかからないんだけどもちろんだけど、まあ、たまにだけどさ例えば本当に精神的にきつくなりました、はい、カタールにいるのがもう嫌です、はい、日本帰りたいってなっても契約は1年とか2年でしてるわけじゃん、はい、だから3ヶ月で帰るっていうのは不可能なわけ、うん、彼らの商品なんだからこれはじゃあダメよでそれをそういう時にもやっぱこう代理人っていうのがいてもう彼はじゃあ俺がもう小林幸樹は精神的にもうダメになっちゃって日本帰りたいって言ってるから、はい、契約解除してくれよでも契約解除できねえよって言ったらできないわけ、うん、でそれをもうこうその時はやっぱ代理人がやるし交渉入ってくる、うん、でそれがじゃあ自分がどういう状況にいるのかっていうのを契約書をやっぱこう把握しとくある程度選手が、うん、っていうのもすごい大事だなっていうのは、まあ、俺も移籍何回かして思ったことなるほど、ね、だけどまあほとんどの選手が自分の契約書なんかろくに見ないし見てないと思うし多分読んだことないと思う、うん、もう金額のページだけパッて見て自分の給料がこれぐらいかで終わってるだけだったよね、はい、だけど他のところも、まあ、勉強だと思って見とくといいと思う、うん、それは自分と代理人との契約もそうだし自分とクラブの契約書もそうだし、うん、でそうするとだんだん覚えてくるからさ、はい、まあ、システムというかそうどんな風になってんだろうっていう、段取り、そう、それでじゃあもし海外行きたいってなった時に自分の代理人との関係性、うん、またこの代理人がどんな、そう、どういう人なのか、ネットワーク持ってるのかっていうのもやっぱこう知っとくべき、はい、何でも言えるからさ代理人は、確かに、そうだからまあ今大事なっていうか今日話した流れで言うと移籍ってどんなパターンがあるのか、まあ3パターンぐらいありました、まあ、誰がどこで見てるか分かんないよって、うん、まあ、スカウトが世界にはいてクラブの強化部って言われるその部署みたいなところの人たちがピックアップする、うんうん、でクラブがもう欲しいよって行くパターン、うん、であとはクラブがこういう選手欲しいんだよねっていうのを、まあ、組んでる代理人たちに話して共有していく、代理人が世界中から探す、うん、もしくはじゃあ選手の代理人、例えば俺だったら俺の代理人リョータだとするじゃん、はい、リョータがいろんなクラブに売り込みに行くからいいですよと、でそれをできるのは、年間で2回夏のシーズン、そのヨーロッパでいうとシーズンが始まる前、まあ、ちょっと始まった頃ぐらいにもちょっと被ったりするんだけど、はい、国によってこのズレはある、それあと冬年末12月1月ぐらい日本だったら、うん、でまあ、2月とかまでちょっと行ける国もある、うん、国によって違う、はい、この2回っていうところと、それを移籍するときにはそのさっきも言った代理人っていうのが必ず絡んできて、どこに行ってもやっぱ代理人が交渉する、なるほどね、じゃあ代理人っていうのはものすごく大事な、そう、大事、大事にという、選ぶお前それさ、お前やる前から絶対考えてたの今ずっと言いたいなと思ってそう、代理人はすごい大事、はい、ね、で、じゃあどん代理人って、じゃあいい代理人と悪い代理人って何なの、うん、っていうのはもう人によってスタイルによって違うよね、だそれはもう海外に行きたい、いや日本でいいクラブでいい給料もらいたいっていうとこ、まあ、自分のその目指してるところ、うん、スタイルに合う人をやっぱ選ぶべきだしっていうところ、あとはそのお金のとこ、コミッションで、その契約書どうなってるのか、うん、自分の代理人にどれぐらい払わなきゃいけないのかっていうところを考えたら、最後自分にいくらお金が残る余ってっていうのをやっぱやんなきゃいけないのは自分だし選手だし、はいはいはい、だからそういうところを一個一個、移籍ってなんだとか、じゃあ代理人って何、じゃあ代理人に払わなきゃいけないお金、うん、何ってなった時に最後自分がいくらもらえるのか、いくら、そういうふうになってくるじゃん、はい、最終的に自分はどういう契約なのかって、うん、ってなった時に自分は今これぐらいもらってて、これぐらいのお金が毎月入ってきて、これぐらい支払いがあって、最後にはこれぐらい残るっていうのが分かっておけば、こう計算していけるじゃん、だし来年はこれぐらいもらいたいな、今年はこれぐらいしか手元に残らないからっていう目標もできていくからさ、はい、まあ、その契約内容を知っとくっていうのは大事かなっていうのを俺も26
ぐらいになって気づいたっていう。おお、まあ10年海外出てから、ね、はい、そうですね、8年9年目ぐらい海外出てから気づいたから、まあこれからプロになりたいよとか、プロになって今1年目2年目です、うん、でまあ3年目4年目5年目だけど全く契約書なんか見たことないとか、うん、っていう人もたくさんいると思うけど、まあそういう人たちちょっと興味持って見てみるだけで、うん、その自分のなんていうんだろうな、目標設定とかとかもっとライフスタイルですよね、言ったら。まあ日本人ってなんかその金額あんまりこう出したら、そうだね、なんていうの、まあ日本人って、まあ、こっち来てさ、いろんな人と喋ってさ、はい、まあ、日本人のせいで韓国人とか中国人の年俸も下がってんだよ、うん、これとある韓国人が言ってた言葉なんだけど、うん、もっと日本人がこうやって俺にいくらよこせと言ってくんないと、うん、韓国人とか中国人と同じように見られて、まあ、俺らの年俸も下がるんだって。だから日本人はさ、金よりも夢を追うのがちょっと美学というかっていうところがあるじゃん。だから今回さ、俺がカタールに来ました、うん、あ、金かって思ってる人たくさんいると思うんだよ、うん、それもそうよ、もちろん、うん、俺28だしもう稼がなきゃいけない、うん、ただカタールにも夢はあるよ、うん、それはまあ俺が自分で持ってるそのターゲットっていうか目標、はい、自分がしてる目標設定っていうところにカタールでも迎えるなって自分が思ったから来たわけで、うん、だからそういうところでもう、まあ、代理人しかり選手しかり、もうちょいその自分の、まあ、お金って価値だからさ、ね、価値を下げないように高く保って、で代理人がうまく見せてくれる、うん、たらまあそうだね、いい一番いい代理人だよね、それが。たくさんお金をもらわせてくれて、うん、いいチームに入れてくれるのが一番いいじゃんね。オールオッケーですね。そうだ。そしたらもうみんなハッピーだからさ、うん、まあだからいろんな経験多分みんなこれからすると思うけど、まあ、代理人のせいでうんぬんとかっていうふうにあんま言いたくないけど、実際俺もヨーロッパ行った時にセルジオエチゴさんに、はい、あいつは代理人が連れてってくれただけだから、うん、実力が、そう、実力が伴ってねえと、うん、いやまあでも行けたじゃん、うん、行って向こう行って100試合ぐらい出て、でまあそういう経験ができたわけで、で行って向こうで実際プレーしてみたら、あ、こういうことができるんだ、じゃあ使おうってなったわけだし、まあでもそれがなかったらさ行けなかったじゃん、はい、うん、別にまあそういうふうに言われるのはしょうがないけど、まあでも自分でジュビロで J2 から J1 に上がって半年間やって、まあある程度6点取って6点だっけ5点だっけ取ってアシストもちょっとして代表まで行ったら、はい、でそれが認められて、じゃあヨーロッパで挑戦する権利を、まあ、ヘイレン・フェインがくれたわけで、うん、別に代理人が連れてたら何だ言われても、じゃ代理人必要じゃんって、むしろこの映像で言うと ね代理人いた方がそうやって海外行ける可能性もしてもらえるし、そうだから必ず代理人っていうのはつくと思うけど、選び方とその代理人との契約っていうのを把握しておくこと、それが大事に、が一番大事にとってそうかなり大事になってくると、うん、っていうとこかな。ちょっと話しすぎたけど、はい、前後ちょっと前後しちゃったかもしれないけど、まあ、全部聞いてくれれば、まあ、ある程度わかるかな。でも今だったらもう本当小学生とか中学生年代でも代理人ガンガンもう行ってるからね、うん、だってもう、まあ、確かに投資だからさ、言ったらもうさっき言った不動産と一緒だから、うん、この子将来性あるな、売れるなって思ったらさ行くじゃん。だからそう、来られてもちゃんと判断できるように、だからそれはもう親御さん含め、言ったらだって親御さんだって代理人がこの子いい選手ですね、必ず海外連れてきますよって言ったらさ、マジっすか本当ですかってなるけど、その時にもちゃんとやっぱ親が冷静に本当にこいつを海外に連れて行けるのかってとか、やっぱその代理人をリサーチしたりとか、うん、他の代理人と会ってみたりとか、いろんな話をやっぱ聞く、まあ、それはやっぱ親御さんがやってあげないと、まあ、ちょっと怖いよね、うん、契約事だからさ、まあなるほど、ね、そういうことも含めて移籍という、今回も俺もすごいいろんな大変なことがあったから、はい、じゃあそれは次の動画で話そうかな。はい、じゃあお願いします。次の動画で、次の動画で自分の今回あるゴール来た時の
全部ビッチリ言っちゃっていいんですか。もう結構いろいろあったけどな、まあ、半分ぐらい半分ぐらい伏せないといけない P が結構あるかもしれない、まあ、まあまあじゃあまた次の動画で次の動画で会いましょう。